はい、皆さんこんにちは。 KYC でこと池端秀幸です。で、今日のですねトークの内容は、実は日本女性が今最もですね話題にしている、日本女性がとにかく注目をしている、これをですね20代30代40代50代60代年代別にいろいろとやっぱり違うということがですね、ちょっと分かってきましたので、そこら辺もですね、お話をできたらと思います。特にこのコロナ禍の中で、まあ、非常にですね関心事も変わってきたし、もう大きくですねこうどんどん価値観が変わっていると、そんなところでこの日本女性の皆さんと、一緒にですね、テーマを共有しながら楽しみに、トークをしたいと思います。ということで、まず、はい、一人目のゲストでございます。石井麻子さん、よろしくどうぞお願いします。こんにちは。はい、スパークルカラーの石井麻子です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、そして、前回もね来ていただきましたけども、はい、藤子さん、よろしくお願いします。こんにちは、アメージングスパイラルの藤子です。よろしくお願いします。はい、お願いします。で、今日のテーマは先ほどまあちょっとお話したんですけど、コロナでいろいろとね1年前2年前から大きくこのいろんな女性のこの生き方ライフスタイルも変わってきたということなんですけども、まずね今お二人が一番関心事っていろいろあると思うんですよ。どんな関心事って言っても いくつもあると思うんですけど、なんかパッとどういうことに今一番興味ありますかって言われた時に、まあ、街中でなんかインタビューされたとするじゃないですか。だからどんなことに興味ありますって言います？いくつでも挙げていただいたらいいんですけどね。私はもうね、体力の維持。体力の維持。これに尽きる。もう。すぐ体力尽きる。健康ということかな、まず健康という、ね。そうですね、健康かな、うん。やっぱでも体力ですね。病気って言われなくても、なんで頑張る気力とか、うんうん、ちょっと踏ん張れるのとか、全部体力だと思ってるんで、はいはい、それをどうやったら長く維持できるかっていうのが、すごい今、興味事です。一つですね。はい。はい。まあ、じゃあ、藤子さんはどうでしょうかね。私ね、食ですね、食べること。はいはいはい。で、あの特におうち時間が皆さん多くなってきてると思うので、うんうんうん、おうちで作れる簡単野菜とかそういうものにちょっと興味が、なんかそれをどうやったらうまく大きく美味しく育てられるかとか、はいはいはい、虫さんが苦手なので虫をつけないようにするにはどうしたらいいかとか。なるほどね。まあ、そういうふうにしていくことによって、もちろんそのあの体にはすごくいいものが、ね、あの入りますね。防腐剤とか何もないね、農園とか農薬とかないものを、ね、作れたら一番いいんですけどね。なんかあのお二人のこの、あの関心事は50代60代 の人が言ってるような関心事になっておりますが、僕 の予期せぬ答えが返ってきて、あのこれ司会してる僕がものすごくちょっと冷や汗をかいてるというね。もう通常でしたらね、だって2人ともメイクの仕事もしてるのにね、いやもちろんファッションとかメイクですよって言ってもらえるんかなと思いましたけど、全く興味ないということでございますね。まあ、こんなもんですよ。あの美容の関連の仕事をしててもね、大概まあそういうことで、まあ、あのもちろん 食も大事だしね、あのもちろんその体力っていうのは大事、もちろん分かってます。あのでも今言われたようにちょっと変わってきてるらしいんですね。あの、まあ、アラサー、アラフォーで、まあ、アラフィフ、アラカンというね、まあ、年代によっていろいろ変わってくると思うんだけど、アサクさん今アラフォーかな。ここでバラしていいかな。藤子さんもアラフォー、アラ、いや、まあ、私アラフィフですよ。フィフやん。じゃあ僕はアラカンやから、はい、こうほら年代が違うでしょ。うん、なあの、じゃあ一番上の方で、一番上の方行きましょう。はい、アラカンとか、まあ、例えば60、70代の、まあ、シルバーってあんまり言うたらあかんのか、何が一番、そういう方が一番興味あるか分かります？シルバーとか。ちょっと自分の人生を今、過去と現在と未来っていうふうにこう見たときにさ、どういう今世の中の日本の人が関心になってるか。老後の資金。お金できましたね。いや、あの一番だから一番麻子さんが言われた体力って言ったより一番最初が健康なんですよ。やっぱり健康が一番なんですね。うん、でその次は何やと思います？その次が多分麻子さんが言われた老後の資金じゃないですか。なるほどなるほど、そうそうそう思いますよね。まあ、やっぱりお金とか老後のことって考えますよね。ところがね、まだね今のねそのシルバー層ってね、ちょっとこれ多分昔の感覚と違うというのは、
まだシルバー層ってもう若いんですね。足腰まだまあまあ元気な人は何かっていう、最後に旅行に行っときたいっていうのがあるんですね。へー。だからすごい旅行というもののその関心事がもう健康の次に来てるんですよ。へー。最後に自分の老後とかお金というものが最後になってるっていうね。これちょっと僕もいろいろと見てて予想やったのね。うん、まあ、こんな風にしてちょっと変わってきてるわけです。特に今その中でコロナっていうのがあって、この間ほらなんか世界一周のそういう旅行船の中でもちょっと出たとか言ってましたね、はい、あんな風にしてすごくとこ楽しみにしてた方が、特にこの年配の方ってほらかかるの一番心配やから、今一番それかかストレスがあるはずなんですね。旅行行きたいけど行けないし、かかっても嫌やしみたいな、こうなんかすごくね、今若い方々がの今いろんなところ出たりしてるけども、まあ、そういう部分を考えるとかなりね、60、70、80代の方がやっぱり一番多いわけだね、人口的にね。そういうふうな、まあ、縮図に なってると、社会構成的に、ね、なってるということなんですね、うん。そしたら今度50代ですわ、50代、60代、関心事。なんだろうな。それこそ最後の恋とか。ああ、いい線いった。いや、まあ、そういうのももちろん最後の恋っていうのももちろんあります。はい、やっぱりいい線。80でも全然最後にっていう意味ですよ。恋は全然いい。でもね、そう、だんだんやっぱりそういう年代層的なことを、今日はこんなんでこんなとこから話が入ったかというと、実は、その、この関心ごとに応じて、やっぱりみんなお仕事してる人はその関心ごとにやっぱりニーズがあるはずなんで、そこにこうアドバイスをしてあげるとかっていうのはすごく大事な視点になってくると思うんでね、まあ、そこで僕もちょっと改めてこう勉強したんやけど、まず20代ね、うん、20代、これはもうねファッション、うん、一番で、メイク、スキンケア、ね、お化粧ですよね。でヘアスタイル、ヘアアレンジが3番ですよ。ところがです、30代。ファッションから、次何入ったかと言うと。子育てじゃない、入ってる。子育て。ごめんなさい、また言ってしまった。違ったんですね。あ、違う、違う。そこでね、また国内旅行が入ってるんですよ。もう、ある程度、収入とかが安定してくるからですかね。そう。だからちょっとこう今なんかすごく昔で言うともう30代って言うとちょっとこれ偏見的な言い方かわからないけど、なんかこう結婚されるちょうど平均が25ぐらいでこう子供さんがちょっと30代できるみたいな感じのイメージがもちろん今朝子さんだから子育てだったよね。でも今すごい多様性でもう結婚もしないし子供も作らないという人もいろいろ増えてきて、で今言われたように30代になってくるとちょっとこうキャリアも積んでまあ、年収も増えてきて、そしたら旅行行こうっていう方向の人も増えてきたわけですよ、うんうん、それもなんとなしに分かりますね、この世の中の流れ、ね、うん、分かります、うんうんうん、そうで4番目に来てるのはグルメなんですよ。皆さん泡とか言い始める世代ですよね。そう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 、昼シャンとかね、ね、昼から泡ですとか言い始めて30代ぐらいですね。そう、なるほどなるほど。ほんで5位に入ったのが美容とアンチエイジングなんですね。まだ30代アンチエイジングがまだ5位なんですよ。ところが40代に入ってくると一番最初は何かというとファッションがねないんですよ。40代に入るともういきなし国内旅行が一番旅行があるんです。不思議でしょ。行ってまったりしたいですか ね、なんか温泉とかさ今さ多いでね。だからインスタ映えするところでこうちょっと撮ってみたりとか。なるほどね、うん、で2番にファッションが入って悲しいかな。30代の時に3位までメイクお化粧あったのに、40代だからアラフォーになったらメイクの位置が6位に落ちてるんですよね。あら、へー、意外意外でしょ。で3位に入ったのが外食とかグルメ歩きとかっていう風になってます。もうここでなんか意外すぎてもう洗ってきたんですよ。メイクお化粧6位になってるやんって。なんかでもあれかもですね、アラフォーって結構分かれていて、うん、服の方が結構手軽に似合うとかを取り入れやすいのに対してメイクって技術がいるから切りゃいいってもんでもないですよ ね、 そうですね。ってなった時にやる気があるかないかっていうのと、あと自分に関係があるかないかっていう感覚が結構二分してくるのがアラフォーぐらいなのかもしれませんね。うん、
一回ちょっとクラブハウスでそういうテーマで話したことあるよね、あさこさんとね。アラフォーから何やったっけ、その覚えてる？テーマ。アラフォー、アラフィフの、怖くならない、なんかきつくならない、なんかそういう、なんだっけ、自然なメイクの仕方みたいなのじゃなかったっけ。そうそうそう、そうなんですね。なんあか結れ。構古いメイクのね、系統を継いじゃってる人たちがおられるから、それに気づいていただきたいみたいな感じあ、そうのです、投そげうです、かこけれだっです、たそりうです。します。古い、重い、きついを脱するメイクについて、話しましょう。アラフォー、アラフィフ、アラカンの方、歓迎って言ったときに、ざーっとここに入ってくれたんで、すごくこのテーマに響いたということで。ということは、やっぱり今言われたように、アラフォー、ちょうど40代ぐらいの方が、ちょっとメイクに興味がないというか、少しこう自分の肌が変化して、どうメイクを変えていいかが分からず、ちょっと迷子になってる時期でもあるんかないかなということを思ったわけです。で、そこから思いっきり迷子になった人って50代の時は、このメイク、お化粧の関心事がですね、最下位になってるんですよ。本当に。50な代。るほどね。だけど、ここが大事なポイントで、同じ50、60のメイクにすごく熱心にやってる方もやっぱりいらっしゃるのは僕分かってるので、そこにすっごい分かれ目が出てるの分かるでしょう。で、60、70にものすごくその画期的というか、こう元気な、いいお顔を作っていくような女性がどんどんいてる反面、もうなんか老け込んでいく人と分かれてるっていうのが、ちょうどこのアラフォー、アラカンぐらい、アラフィフ、これは僕が言う話でもないかわからないけど、やっぱり女性の方、特にこの時期、その更年期障害っていう、こう、岐路に立たされるっていうのことを照子先生なんかよく言われてたけども、そこのホルモンバランスでどういうふうに自分をこう受け入れていくかっていうのは大事やという話をしてたのがね、このアンケートの中にも結構現れてたんですよね。なんか聞いていいですか、ちょっと意見というか思ったのがね、人の顔って大人顔と子供顔に大きく分けることができるっていうのを、私、普段顔タイプ講座でお伝えをしてるんですけどね、子供顔の人って、まあ私、子供顔なんです、藤子さんって大人顔なんですね。なんとなくこう輪郭の感じとか、目鼻のこうインパクトとかね、子供ちょっとこう、ちびまる子ちゃんかベルサイユのばらかで強引に分けたらどっち？ちびまる子ちゃんみたいな。言うとちょっと分かりやすいかなと思うんだけど。で、割とこのちびまる子顔って、40歳になるぐらいまではね、ノーメイクでもそんなに変じゃないし、メイクしてもあんまり変わんないんですよね。で、なんだったらメイクすると、なんか下手するとお手もやみたいになっちゃったりして。そう。で、それが40年過ぎた後からね、急に顔がね、子供顔だけど、どう見ても大人になるっていうね、段階が来るんですよ。で、その時に、子供顔の人ってね、メイクなしの方がいいって思い込みがあるから、突然自分が今まで着ていた服が似合わなくなるわ、メイクはもともと苦手ってね、必要ないと思ってるわで、もう何にもわかんなくて、どこから調べていいかもわかんなくて、で、自己流でやってもうまくいかなくてっていうことになるのかも。だから意外と大人顔の人ってね、若い頃からメイクちゃんとしてるんですよ。だからなんかその40歳になっても、ある程度そのメイクっていうものに対しても慣れがあるからできるんだけど、なんかそういうのもあるのかもねってちょっと今思いました、ね、40年がね。なるほどね。確かに、僕らもそういう仕事でやってるから、大きく分ければ大人顔、子供顔でね。で、大人顔の方っていうのはもう小さい頃からでも結構しっかりして見られたりね、頼りがいがあるように見られたり、逆に子供顔の人っていうのは、なんかいつも甘えてもいいよみたいな感じで、逆に甘ちゃんに見られても、私はそのしっかり実はしてんのにみたいな、可愛がってよしよしってされるのもね、もう嫌やっていう人で、結構可愛い顔してんのにすごい性格が凛としてる人があったりとか、逆にね、大人っぽい人でもなんかすごく繊細で、実はね、繊細でめちゃくちゃこう臆病者であったりとか、いろいろあるんだけど、顔自体は変わっていってますよね。だから、もともと理想の卵顔ってあるでしょ。卵顔、理想の卵顔、これ理想っていうのはあれですよ、プロポーションで言うと、黄金比で、西洋かぶれしたら嫌なんやけど、一応言います。卵顔の人でも、一個間違うとゲソッとしたらここがへこんでくるから、すごく老けやすいんですよ。で、丸顔の人は、痩せてくれば、ちょうど卵になるからちょうどええとかね。で、面長の人は、同じようなメイクをしてると、
ここの面長のここの部分がへこんでくるんです。だからダイヤモンドになったりとかってしやすいんです。こことここへこむ。そうするとメイクのやり方っていうのがもう本当に逆になってくるね。今までやったら大人側の人はそのままこうチークを横にこう流してたらすごい大人っぽい色っぽい感じになってたけど、なりますよね。藤子さん納得してるでしょ。だから藤子さんのようなお顔の方っていうのはどちらかというと子供顔のメイクをに変えたらいいんです。40代ぐらいから。そうすると一気にフレッシュな感じになってくる。で、朝子さんのような、ちょっと子供顔の人は、ある程度その逆にそういう大人っぽい顔にチャレンジしていったら、また自分の新しい発見にもなるというね。そういうことは、メイクでいつも言ってるんだけど、なんとなしに今2つの顔で言いましたけど、もう1個言えばそのプラスで3つね、あるけどね。はい、藤子さん、なんか言い出されて、はい。30、40代、50代で、クラブハウスで人がたくさん集まってくださったっていうお話を今、ヒデさんから伺ったんですけど、もう皆さんね、そこに集まっちゃう理由が私、あると思っていて、聞けるところがないんですよ。40代、50代、例えば、ご家庭に入ってらっしゃる方、入ってらっしゃらない方、様々だと思うんですけど、ちょうど40代ぐらいって、お仕事とかで責任があるものを任されてたりとかして、メイクに興味が持てなかったんじゃなくて、時間がない。もしくは子育てで時間がないっていう30代、40代に入った頃に、じゃあってふと気がついて、聞きに行こうと思って、百貨店なり行ったら、美容部員さんは綺麗なお姉さんで若い人ばっかりだったから分かってもらえないっていうので、こう逃げ帰ってきちゃったっていうふうに、ご自身の表現で、ね、逃げ帰ってきたっていう表現をなさったんですけれども、そういうふうにおっしゃる方って意外とあって、私どこで聞いたらいいか分からないっていう、わあ、分かりやすい。それは本当にありますね。あると思います。で、もう一つは、日本の変な風潮だと思うんですけど、女性が年齢を重ねていったときに、おばさんにならなきゃいけないっていう、こう、押し付けみたいなのを、私、すごく感じることが、私自身もありまして、ちょっと綺麗な色のお洋服とか、ちょっと短めのショートパンツとか履いちゃったりすると、おばさんどうしちゃったみたいな意見が、こう、どんどん飛んできちゃったりとかするんですけど、ちょっと待ってて、それ日本だけですよねって。海外に行ったら、水着でもビキニのお姉さん方はいっぱい歩いてますよっていう。そういうところにも、こう、メイクだったり、ファッションだったりの、こう、国民性じゃないですけれども、年代的な国民性って出てくるのかなってちょっと思ったり、最近してましたね。そうですね、本当にね。あさこさんどうですか、そうしたら。いや、今すごいそうかと思ってて、でも確かに、ツイッター私最近始めたんですよ。最近ね。この5に及んで、最近ツイッターを始める人も珍しい。なんだけど、やっぱりメイク情報って登録したら、もう毎日、もうたくさんのその、こうすると目が大きくなるとかね、バン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 送られてくるわけなんだけど、もし私がメイクを自分自身全く知らない人だったとして、その情報を見たときにね、わかりそうで全くわからないんですよ。で、一から習おうと思って見に行くと、なんだろう、みんな自分の伝えたいメイクの方法があって、それがさも万人に通ずるかのような、こう、結構ニュアンスで出してるから、なんだろう。ね、それが果たして自分の顔に合わせてくれるメイクなのか、その人がやってるパターンのメイクなのかとかもわかんなくて、だけどお試しで数万円は払えないみたいな感じで、結局情報がなくなるっていうのは、すっごい藤子さんの今おっしゃってたのがわかりました。あと、おばさんになるっていう風潮っていうのは確かに、私はもう狭い世界を作っちゃって、今、狭い世界から出ないで生きているので、そういう人がいたらもうすぐ成敗しちゃうんだけど、なんだけど、でも確かになんかあると思っていて、なんかその、いい年してっていう言葉があるじゃないですか、日本には。そうですね。いい年も何もないんだよっていうね、ところがあって、だってうちの夫
でもね、それってもなんかね、ちょっと話が外れちゃうかもしれないんだけど、男の人も、なんかその、この間、うちのね、主人がね、僕は君みたいなね、奥さんがいてくれて、もう、すごく何不自由なくては、ちょっとのろけみたいで恐縮なんですけど、だからもうね、僕はこれ以上かっこよくなる必要がないんだって言ったんです。だから、それをき、あ、でもそれ逆の話だな。あ、でもいいや、全部すると。だから私が、っつって、じゃあ私ももうね、あなたと結婚できて幸せだから、もう金輪際おしゃれとかやめるわ、つって。体型維持も何にもしませんって言ったら、それは困るって言われた時に、自分だってそうだろ、つって。ね、私の旦那さんにいたいんだったら、素敵でいる努力をしなさいって言ったんだけど、なんかその、それは全く逆のことを今言っちゃったなと思ったんだけど、なんかその、なんていうか、そのね、それぞれのその容姿に対する求める価値観とかが、なんか、ね、意外とその、なんだ まとまらなくなっちゃってごめんなさい。でもなんかわかるわかる、日本の国民性っていうのはなんかこうやっぱり、まあ多数決の原理っていうのかな、同調圧力っていうのは絶対今でもある、何でもそうでしょ。だからある種その今までずっと遺伝子があって、どっか外れたらもうのけものにされるっていう、その怖さももちろんあるわけです。それ美容でもあるわけでしょ。だけどようやくそういう部分で多様性とか男性も女性もないとかそんな言い出してるわけだけど、長年ずっと来てるから、僕らでも今60に近くなってきた時に、その25年ほど前にそのご老人の方々に、おばあちゃんにメイクをずっとボランティアした時に、もうええ年こいて、ええ年してもうおばあちゃんやめてっていう、この息子とか娘が言うわけですよ。僕らがボランティアでメイクしててもね。で、僕、それはおばあちゃんなのに何の問題もないわけですよ。喜んでるわけだけど。だけど、なんていう、子供世代の方のこの思考、何考え方を変えやなあかんなっていうことを僕、当時、ものすごく思ったんね。で、それで今、活動して20年になるわけ。ようやくこの日本の社会の中でも、ちょっと今日はえらい真面目な話するね。そうそう。でも本屋そう思うのね。今聞いていただいている方が、例えば30代、40代の方で、お母さんが、もしくはお父さんでもそうよ。今頃って言わんとね、いつからでも自分が綺麗になるとか、かっこよくしたいっていう親が思えばね、ようやく自分が楽しめる時期が来たんやと思って、しっかりやらしたらいいわけですよね。まあ、いそや、ういすうごなんい、か。いいですね。でも、いまだに実家行くと、父もうすぐ80ですけど、やっぱおしゃれなんですよ、すごく。だから、いつも、あ、パパいいね、今日の格好とか、ちょっと、そうだよ、パパセンスいいなとか言ってるしね。で、母は母で、どうかしら、あなたが来るから、一応似合う色を意識して買ってみた、しまむらだけど、とかって言うんですけど、しまむらでいつもしましまを買ってるんだね、とか言いながら、そのしましま似合うよ、とか言って。で、やっぱりね、なんかその、変な言い方だけど、おしゃれしたいっていう気持ちと、いくつになっても素敵だねってやっぱりね、言われるってすごい大事なことで、言う側もなんか照れずに言うとかすごい大事ですよね。そう、それ本当にはそうとそてう。も大切だと思います。ね。で、これ、世の男性の責任もあると思いますよ。やっぱり今でもね、いろんなところで僕はこの仕事をしてるから、ちょっと中性的な立場でいつも物事を見てるけども、やっぱり男性の方が、おい、おばんとかね、なんかね、言葉がね、荒っぽいんですね。もうええ年こいでやめときやんなんとかね、その飲み屋なんか行ってたら、そういうふうで、ほんだらその言われた方、もう負けてないから、大阪のおばちゃんみたいなノリで、おばんやからええんよ、仕方ないよみたいな、そういうまた言い方をして、なんかこう、だんだんそういう、なんていうの、わかる？もう受け止めて、それをこうギャグに飛ばしてやり合ってるみたいな。でもそれは、ある種、聞いてる周りからするとよくないよね、そういうのってね。だからそこをね、まず変えていかなあかんと思うね、僕ね。だから、このその男性思考というのも、なかなかね、何十年も同じことで来てると、ほら、政治家の人が変な発言したりするのは致し方ないって言う人もいてるわけですよ。もう急に変われやんからって言って、もうその感覚で来てる人からするとね、さらっと言ったことやけどみたいな感じになるわけですよね。だけど本当に意識をそこに向けて、やっぱり女性性と男性性をきちっとやっぱり理解し合うっていうのがすごく大事な今時代じゃないかなということを、なんか急に真面目な話になっとるやんね、でもなんかね、思ってたのがね、そのさっき旅行って一つのキーワードだったじゃないですか。ただなんかそこに、そのね、我々がたまたまね、3人が皆同じような、ちょっとね、大先輩と同じような、なんていうのは大変、ちょっと恐縮な、恐れ多いことですけれども、でもやっぱりその、旅行ってある種こう自分自身がただ行って楽しいっていうわけで、そこにこう自分のね、魅力があるっていう前提があると、なお楽しいんじゃないかと思うんですよ。
なんかこうね、私はもう私自身はなんか変な言い方だけど、あまり魅力はなくなってしまったけれども、でもこういう楽しみもあるじゃないっていう形、うん、プラスアルファ、でも私もここにいて魅力的であるっていうようなことがね、なんかできるようになってくると、もう一段楽しみが増えるというか、ね、なんか そこにまだ役割が大きくあるのかなって感じがしましたけどね、真面目かって感じですけど。いやいや、わかる。いや、今日は真面目かってみんな真面目かってなるけど、まあ今日はまあご覧いただいてる皆さんに今までのちょっと中でね、その、何か感想とかあればね、ぜひコメントに書き込んでいただけたらと思います ね、うん、すね。今本当にあの日本も変わろうとしてるし、まあ、世界が変わろうとしてるのかな、まあ、あのいろんなライフスタイルも変わったし、価値観も変わってきてると思うので、そこら辺でね、またあの僕らはこの今メイクという美容の仕事、まあ、藤子さんもそうですね、ほんであの朝子さんも、まあ、今メイクもされて、まあ、カラーとかファッションとか全てにおいてね、やっぱり美容というねことをされてる3人共通していることがあるので、まああのこれちょっと後でまたシェアするのに、シェアするあの、サイト後でシェアしますんでね、これぜひ見といてもらいたいなと思います。60代の方なんかは本当に今、国内旅行が1位で、2位に映画鑑賞、これさっき言ったほら韓国のああいうドラマにハマるとかって、そういうちょっと時があ るんじゃないかな。50、60ドラマにハマったりときめきですね、ときめきね、うん、ときめき、うん、で7位に海外旅行で、8位に音楽鑑賞で、9位にパソコン、インターネット、10位にガーデニング、家庭菜園。もうね、メイクどころでね、メイクも一つの入ってないんですよ、もちろん、うん、でもあの映画鑑賞とかで一時期あのちょっと昔、一昔前の第1回韓流ブームの時のヨン様の追っかけをしていたお姉様方っていうのは、うん、あの趣味は韓流だけれども、うんうん、その人に会うためにメイクをし、ファッションを変え、疑えたっていう方々も非常に多いらしいんですよ。うん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 。だからあの演歌界の一日方の追っかけのお姉様方も同様らしいですよ。なんか何か目標があるとするんですね。あ、そっか、メイクしない理由はそれもあるんだ。見せる相手がいないっていうね。っていうか、そうそう、見せる相手が、あの、いないんじゃなくって、例えば、あの、お互いにも、あの、ヒデさんも、あさこさんも、私もパートナーがいますよね。で、その、日本の謙遜文化みたいなのがあって、で、パートナーになってしまうと、もういいじゃん、やらなくてみたいな。あります、あります。ね、はい、それもすごく手伝ってるんじゃないかなっていう気が、時々しますね。だから、あの、おしゃれな下着とか、買っても、なんか、何を今更みたいに言われたから買うのやめちゃったっていう女性も。ありましたし、はいはいはい、そうじゃなくて自分のために気分よく過ごしたいからつけるとかって、お洋服でも朝子さんそうじゃないですか。うん、そうです。でもなんかそうですね、私も初期の頃はね、全然私可愛いって聞いても全然無視で反応しなかったんで、すっごい怒って、なんか最近はだいぶ教育の成果か可愛いって言うようになりましたけど、パートナーだけじゃなくってお客様でいらした方とかでも、結局最後は自分が綺麗でいたいとか自分の意識ですよね。あ、まあでも それが一番、なんかそうね、綺麗っていう、そうですね、そうですね、可愛くいたい、そうですね、自分が綺麗であるという、あんまり綺麗っていう言葉を普段使わないんですけど、まあそうですね、自分のその存在が自分にとって OK であるっていうことを感じさせるっていうのが一番大事だと思ってるっていうところはもうその通りですね。リンクしてるところは、こう女性のライフスタイル研究所というところのホームページたまたまあったので、でここからちょっと今参考にあの話しさせてもらってます。でここをいろんな、なんかあのインターネットのいろんなね、あのアンケート調査が多くて、まあ本当にここ上見てもらったら分かる、これライフステージっていうとクリックした、コロナによってどういうふうなことが起こってるかで、これ全てね、あの結構いろんなデータあったんですよ。でここから今撮ってるんでね、もしあの後で見てね、一応見たいなと思う方は今のところ見てみてください。結構
僕もちょ、あ、参考にと思って、結構いろいろと今、吸ってね、見てたんです、これ。グラフになってるからめっちゃ分かりやすい。話、あっち行き、こっち行きますけど、コロナによってね、どういうことが一番気持ちが強くなったかって、一番多いのがね、何やと思いますか？外出時、他の人とは一定間隔を空けて行動するという意識が一番強くなったという。これ、なんとなしに分かりません、ね、なんかこう、人前歩いてたらちょっとずらして歩くとか。僕は走ってる時もそうだけど、やっぱりこう前にこう一緒に走ってる人おったら、ちょっと違う、右側の歩道を走るとかね。なんかそういうちょっと意識が、多分これ買い物する時もそうやと思うんですね。で、その代わり逆に弱くなったことって何やと思います？メイク。まあメイクもそうなんです。要は贅沢をしたいという意識が、おお。贅沢したいという意識がめちゃ減ったんですよ。ということは、もしへえ。かしたらメイクもそうだし、ファッションもそうかわからない。もう要は贅沢っていう、自分をね、着飾るとか、そう、すべてにおいてそういう意識が弱まったということが、まあ、ここにもう顕著に出てるんですよね。まあ、それがずっと見てて面白い。面白いっていうことは、やっぱりこんだけ変わるんだなと思いましたよ。で、デマなのに注意し、冷静に買い物をしたいという意識がめちゃ強くなったと。デマが多かったでしょ、だから一時、1年ほど前からするとね、いろんな部分で。それとか、将来に備えて節約したいという意識が強くなってます。とあ、かね。そうですか。だからね、買い物なんかもなるべく短時間で済ませようという意識が強くなってるってことはさ、やっぱり、まあ、僕らもそうやけど、服をあまり買いに行けなくなったよね。なんかウィンドショッピングっていうか、こういろいろとこう服着替えたりしたり、いろいろしたいわけですよ。だけど、なかなか僕らも大阪行ったりして、まあ、和歌山から大阪行くと。で、やっぱりそういう、まあ、今回なんか特に行けないよね、こういうふうになってるとね。やっぱりそういう部分で、ゆっくりとこの買い物をするっていう意識はやっぱり確かに減ったかなって思ったりしてます。自分がこう勝手にそうなってるよね。まあ、そうです、そうです。そやからってどう？みんなでしっかりと買い物行こうってこう声上げて言うたところでさ、この今の状況やからそうさ、ですよね。ね。ただね、僕はちょっと言えるのはね、あんまりこの同調圧力のこともあるんだけど、やっぱりフェイスブックにしたって何したって、たまにね、やっぱ飲食業の方々、友達も多いし、なんか助けるという意味では、混雑してないところでこう夫婦でご飯食べに行ったりすることはこうある種ね、応援にもなるから。もうそのなんかお店に寄ったりとか、目的に合わせてね、個室でやったら別に大丈夫やんとかね、そういうところまでね、無視することもないと思うよね、僕はね。僕なりにこうバランスを持って、個人のレベルでね、やればなと思ったりしてるわけですけどね。まあ、今日もね、ユニクロの記事を毎月書いてるんですよ。パーソナルカラーっていうね、似合う色ごとのシーズンごとの、服、こんなの売られてますよっていうのを私が、ね、いつも丸一日ユニクロにバーって行って全部の商品を見て、で、翌日ブログにお届けするってやってるんだけど、やっぱりそこの書き方とかもちょっとね、気を払っていて、以前だったらもうね、試着が一番だから店頭行ってくださいって書いてるんだけど、まあ、今回も同じことは書いてるものの、やっぱりそのターゲットをある程度絞り込みをね、できるように、ちょっと細かめに書いておくんで、で、それでもう目的のものを事前に決めて、で、行って、最短で試着して帰ってくるっていうような感じ、やっぱ促し方に変えましたよね、今月は。なるほどね。ちょっとね、だから逆にね、こういう時こそね、似合う服の選び方、ある程度分かってると、トンチンカンになっていた失礼だけど、絶対に似合わないようなね、服試着するね、時間がね、なくなるし。物に触れるじゃないですか、服屋さんって基本的に。やっぱり本当に、ね、似合う可能性のあるものにだけ触れた方がお互い気持ちも楽だと思ったりとかしてるので、やっぱね、そういう形でも思いがけない形で今似合うを知っておくっていうのは役に立つのかななんてちょっと今思いましたけどね。そうね。藤子さんはどうですか？そうですね、買い物は出なくなりましたね。行きたいんですよね。私はお洋服よりもメイクが主体になってくるので、新製品とか出てくると百貨店はとりあえずいろいろ気を使いながら見には行くんですが、メーカーさんサイドもいろいろ気を使ってらして、もうパッと新製品が
以前だったら、ちょっといいですかって言って、すぐつけて試せたものが、ちょっとお待ちくださいになって、すぐにこう顔には試せないとか、ね、辛いです。うん、ね。だから、心配してる方も辛いだろうし、お店に見に行く楽しみが減ったっていうのもありますね、このコロナで。そうですね。なんかそういう部分ではなんかこのオンラインでいろいろできたらいいのにねと思ったりするんだけどね。そうでもオンラインで確かにネイルの色をねこうかざすと変えて楽しめますよとか、うん、メイクができますよってあるんですけど、そこのこう色が乗っちゃうとやっぱりこうカメラの色になってくるので、うんうんね、はい、ナチュラル感がなくて。で一度やったら私宇宙人みたいな感じ。確かにね、なんだこれはと思ってちょっともう残念ながらうーんという結果になったので、実際仕方なく見に行ったんですけど、ね、今メイクの皆さんってどうされてるんですか。今試し付けほとんどできないですよね、どこのお店も。そうそう、それが実はお店によってはやれたり、あまり大きく言っちゃいけないこう内々の話なんですけども、あと今まで百貨店だけしか置いてなかったブランドが大手スーパーに進出してきてますね。うんうんうん、だから某大手イオンさんっていうところがあるんですけどそこのモール側の方かな、結局グループ会社の一つとして化粧品屋さんを立ち上げてしまって、そこに入ってるっていうのがありまして、うんうん、まあ、系列はあるメーカーさんの系列会社が多いっていうのは確かに、あ、そうかと思って感じたんですけれども、でも百貨店に今まで行かなきゃいけなかった人たちが、大きいモールの中だったら、うんうん、とりあえず、まあ一部のメーカーさんではありますし、うん、商品も一部ですけれども、手に取るようにできるようになった、ね、ことができるようになったっていう意味では、このコロナっていうのは、ある種、ちょっとラッキーな面もあったのかな。知らなかったです。勉強になります。ありがとうございます。教えてくださって。そうなんだ。じゃあ本当にね、そうそうそう、まあ、タッチアップすることが化粧品のメーカーのね、まあ、ブランドメーカーもいろいろあるし、僕の知り合いなんかでもそこでやってる仕事されてる方がいかにね、まあ、普段からものすごくその衛生には気をつけてるけどもね、もう当然こういろんなことタッチアップ勝手にこうみんなに触られたらだから、タッチアップするときはこう一人一人消毒してなんかするってね、そういうのはいろいろやってるみたいだけどね。うん、あとは使い捨てが多い、ね、そうそう使い捨てね、そう、そうブラシとかチップとかでも全部の使い捨てのもので、そうそうそう、あとはご自身でやってくださいっていうところが増えてる、うんうん、そうですね。そう、まあ普段からねそういう部分はかなり気をつけて、衛生面には気をつけてる。飲食店もそうだと思うね。飲食店でも普段から食中毒出したら終わりないから、それは相当気をつけてやってるんだけどね。うん、まあ、あんまり過度にあんまりこうビビってもあかんから、まあ、楽しめるとこまでやりましょうということでございますよね。はい、はい。いいねがいただいてね、ゆうこちゃんありがとうございます。ハートマークのいいねくれましたということでね。はいはい。ゆうこちゃんでほら、ゲストで一番最初にこの、日本女性を元気にする会に出ていただいたゆうこちゃんでございます。笠原ゆうこちゃん、いいねくれました。ありがとうございます。はい、ゆうこちゃん、お、あ、そう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 。はいはい、急にそうそう、なんかもう知り合いみたいなね、すごい、そうそう、知り合いがパッとこういいねくれたら分かりやすいですね。まあこんなんでね、今日まあちょっといろんなこのコロナの流れでいろんなことをお話ししてきましたけども、まあでも本当にいろいろと変わりましたね。平均1ヶ月にこの美容にかける金額っていうのもだいぶ変わったみたいで、うん、大体いくらぐらい使ってますか。どれぐらいなんですかね今ね。30代のか、これ平均なんで、まあどこを平均っていうか分かりませんけどねまあ一応1ヶ月あたり美容にかける金額って出てるグラフがあって、まあ、こんなグラフがあって、20代で5000円、うん、で30代で7000円、約ね、約ね、
で、40代また下がって5000円。で、50代が6000円って上がって、60代が一番上がっていくっていうね。だからこう徐々に上がる。一旦30代で下がってまた上がってだから多分40代の時に、先ほど言ったキロがあって、キロね、子供さんいらっしゃるところはもう子供さんにやっぱりいろいろお金かかってくるやるし、子供さんいなかったもちょっと自分のこのなんていう肌質が変わって、ちょっと美容の美意識がちょっと下がる人はこう下がるかもわからないということです。で、50代、60代にまた上がっていくというね。で、ファッションにかける金額は、これがね、また面白くって、美容にかける金額はね、年齢いった時上がるんだけど、ファッションにかける金、これずっと下がる一方なんですよ。だから30代が7万4000円。とかとあ、かですこれは1年あたりね、1一年年あたりの、ああいいですこれ1年になってるわ。20代が5万5000円、こういうグラフになってますね。まあ、そう考えたらね、なんとなしにこのファッションってなんかやっぱ下がるんだけど、この美容にかける金額がぐっと下がってまだ上がるという、これちょっと不思議やなと思って なんかね、やっぱりよくまあ、僕のお客様ってどちらかというとアラフォーアラフィフ、要はちょっと20代、30代っていうよりかは40、50、60多いんですけど、やっぱり一つでもシワをなくして、死にたいとか、一つでも眉をきれいにかけた状態で死にたい、まあ、ちょっと死ぬって言った言葉はあるけど、よく言われたのね、先生、私に何眉ペン入れといてよって用意してたマスターは。だから、ね、ボランティアでこういろんなとこ回った時に、私がの棺桶に、ね、眉ペン入れといてよっていう、そういうね、冗談でも言えるぐらい、すごい意識がそういう人ってあんねんなと。死ぬ間際まで眉ペンで眉きれいに描いていきたいっていうね。素晴らしいですそうね。そうそう。まあ、それは本当に、なんかそういう意識を持ってることが明日へのこの糧になるっていうかな、元気になるっていうのはやっぱあると思うので、よくね、小林照子先生が言われてるね、まあ、御年86歳で現役バリバリやってる人が言われてるのは、美意識をなくすと人間のエネルギーって減るのよって言ってたもんね。まあ、経済も何でもそうだけど、やっぱり美しさの中に商品っていうのが生まれてきたりとか、やっぱその自分の心が美しくいてることは、やっぱりエネルギー的にもね、健康的にもね、で、体を大事にするっていうことにもつながっていくっていうことで、とにかく美意識は大事ですっていう話をね、なんとなしでそういうイメージのことはニュアンス的なことを言われてる。ね、藤子さん、思いますよね。そう言ってらっしゃいます。いつもね、はい。藤子さんはよくご存知でね、い照子やいや、先生のことは。照子先生の大ファンなので。はい。いうことでございましたけど、まあ、なんか今日は朝子さんの漫才を見れてないんですけど、ちょっと真面目な話ばっかりしとったんで、最初 え？大丈夫、大丈夫。大丈夫。よくインスタライブでよくされてる流れからすると、まあ、せっかくなんでちょっとファッション的なことで少しね、ここ最近のファッションの傾向とか、なんかこう、注目とかなんかありますかね、専門そうで。ですね。あ、先生、もうね、今期はもうね、とにかくリラックスカジュアルで、少女っぽいファッションですね。だから靴とかもヒールよりもスニーカーコーデがやっぱりダントツだし、今日のね、ヒデさんがまさにちょっとスポーティーっていう感じのイメージのね、お召し物されてますけど、やっぱりそっちの方ですよね。だからフォーマルとか、かっちりきれいめっていう感じではないなと。なんかね、雑誌見てて、あ、うまいなって思ったのが、なんだっけ、リラックス&フェミニンっていうのが今期のキーワードだって書いてあって、これちょっとね、今日の話してた内容とも関連するんですけど、やっぱりそのね、年齢を重ねていった方たちが、例えばアラフォー、アラフィフ、アラカン、それ以上のね、上の方たちが、そのリラックスしようとしたときに、ね、気をつけないとやっぱりね、ボロッとしちゃうんですよね。で、そのフェミニンっていう言葉の表すその真意って大人の女性なんですよ。大人のね、曲線を交えた美しさのことをフェミニンというふうに表現をするんですよね。
だからその大人っていうのが、まあ、どこから服に対してあるかっていうと、上質感とかであったり、だから本当に値段が高いものである必要はないんだけれども、なんかこれでいいやって決めない。うん。ちょっとね、自分なりに気に入ったものを見つけるまで、ちょっと頑張ってみる。今、こういうふうにしたら難しいんだけども。うん。で、なんかちょっと柔らかさのね、あるデザイン。曲線のある、だから柔らかさないしは、実際デザイン的にもちょっと曲線を含むようなものとかだったりっていうのを選んであげるのが、やっぱその年齢を重ねて、リラックスを楽しめるためのポイントなのかなって、どうしよう、面白くない。いや、面白い。いや、面白い。いや、得意とするところで喋ってくれたら全然面白い。ためになる、ためになる。質問していいですか？どうぞ。ちょっとあっちこっち、まあ、そんなにたくさんは行ってないんですけれども、お店をぐるっと回ると、いわゆる巻き仕立てって言われるスカート、今まではワンピースの方が多かったんですけど、スカートが多いような気がするんですけども、そこら辺のこうパンツとスカートの傾向ってどうなんですか？だからそこがね、まさにね、いいところの今の藤子さんのあれで、もうスカートってね、象徴的にやっぱガールなんですよね。そう。で、巻き下丈のスカートなんだけど、おそらくちょっとリネン調とかだったりするイメージかなと思っていて、天然素材っぽい雰囲気の、スカートっていうのが、やっぱりガールなんですよね。だからなんかそのガールっていうところに、なんだろうな、こう、可愛さ、なんかほっこり感みたいなものを今みんな求めてるんじゃないかなっていうね。癒しですか？あ、そうそう、癒し。そう。だから、それがね、一つなんですね。だから結構パンツって締め付け感、まあゴムのね、パンツもあるけれども、割とね、パンツよりスカートの方が、大人のカジュアルは綺麗めに見えやすいんですよね。だからそういう傾向もあるのかなって思うんだけど、まさにね、で、マキシってね、去年からね、長くなったんですよ、丈が。全部、ボトムスので、あれもね、心理効果として、重心がね、高いよりも低いコーデの方が、地に足がついてる感じがするんですよね。うん、やっぱそこからこう、ふわふわとしたね、高揚感よりも、地に足のついた安定感みたいなものを目で感じ取れるのが、その丈の長いスカートとかであったり、ちょっと巻き下のね、こう重心の重いコーデだったりするんで、なんかそこにもこう、人の安心感を求めてる傾向みたいなものがファッションに出てるなっていうのはね、感じてますね。と、また真面目な話でしでもやっぱりなかなかね、直接専門的な話は伺えないので、この機会についでに聞いちゃおうみたいな。もう先生聞いてください。てか全部試験ですけど、そうですね。なんで今この長さなんだろうとか、私もっと短い方が好きなのにって言いながらお店を回ってる方もたくさんいらっしゃるかなと思って、なぜ今、これが、こう人、いろんな人から求められているから、お店に並ぶわけであって、なんだろうなって思ってたので。もう素晴らしい。あと、あれですよね。やっぱこう、デザイナーさんがね、何をこの今の世に自分たちが送り出したいかっていう、多分、使命感みたいなものがね、すごい透けて見えるなと思ってて、そう、やっぱりその、服っていうものを通じて、どんな、ね、気持ちになってもらいたいのかっていうメッセージ性みたいなものをすごい感じるんですよね。だから、例えばそのスカートがね、巻き下丈のスカートが多いっていうことの他に、今季のね、特徴として、袖コンシャスっていう、まあ、ちょっと、去年ぐらいから言われてるんだけど、お袖がふんわりしてるやつ。はいはい、わかります。それがそう、やったらめったら流行ってて、そこにもやっぱそのガールっていうね、要素があるんですよね。だからなんか一貫して、包まれたいみたいな感じかしら。包まれたいとか、そういうイメージか。そうね、なんだろうな、そう、多分ね、少女っていうのは、これはイメージなんですけど、やっぱこう、包まれた、まさにすごいいい今のイメージからインスピレーションいただくと、その守られている存在なイメージありません？なんか、まあ、ジャンヌ・ダルクみたいな少女もいるかもしれないけど、基本的にはね、少女っていうか、人ではなくて、ね、そう、安心安全なこうイメージがあるじゃないですか。なんかね、そこなのかな。だから、保守だと、なんです、攻めていく、ブレイブとかだと少年のイメージになって、攻めていくって感じになりますよね。で、少女ってどっちかっていうと、こう、今ある世界の中で、ちょっとこれ偏見とかってね、思わないでほしいんですけど、今ある世界の中で、例えばお花畑とかでね、遠くに行かずに目の前にあるお花をこう、慈しむ的なイメージとかだったり、ただなんかそれを、こう、
今、ある意味せざるを得ないじゃないですか、コロナって、こう世界を広げていくよりは、今目の前にあることの中でこう幸せを見つけていくっていう、そのなんかあり方とその少女っていうものにこう人が見出してるものみたいなものは、ちょっとこう、なんていうかな、若干かぶるのかなって、ね。で、なんかその辺をこう、うまいこと、なんていうかな、デザイナーの人が心地よい日々の生活の中にファッションで落とし込むとなると、そういうデザインになったのかな、みたいなことをちょっと勝手に思ってますけどね。うん。やっぱりすごい解説ですね。それっぽくなってますか？大丈夫？なってるね。やっぱプロ。いやいや、もちろん、あの、あさこさんでは漫才師ではございませんので、ちゃんとしたプロの仕事をされてるあのカラーファッションの先生なんで、あの、実はめっちゃ人気な先生でな、あの、お買い物の同行のね、ああいう個別のああいうのもね、予約が取れないっていうことでね、相当人気な先生なんですよ、本当は。はい。なんかしゃべり、インスタとかのしゃべり見てたら、すっごい面白いね。もう漫才師のようなノリのあの、表現力を、もう何しか多彩なんでね、あの、まあ、朝子さんはすごい人気でございますけどね。うん、まあ、これはあれですよ、あの、石井朝子で検索するともうすぐ出ますもんね、あの、あれが、あ、そうですね、ね、うん、石井朝子では1番になった、ね、1番すごい、ね、それを、ね、目標にしてたんですよ。だから、あの、パーソナルカラーとか、うん、エビナーでパーソナルカラーで検索されるんじゃなくて、石井朝子って検索されたいっていう、だから石井朝子で調べてっていうところだけだった。あの、もうとりあえず石井朝子の中で1番じゃないと焦るみたいな感じで。まあでも本当にそのめちゃくちゃいい名前覚えやすかったんで、僕も一その朝日の朝ってめちゃくちゃ覚えやすかったんで、ありがとうございます、うん、もうね、なかなかね、はい、検索版もこうやって検索石井朝子からあってやると間違いなく私のブログが出るんで、出るからね、ちゃっかり宣伝もしてるっていう、うん、ちゃっかり宣伝してるなと思いながら、さすがやなと思ってね。、はい、思ってましたよ、はい、藤子さんは何か宣伝することあるんですか？藤子さんもメイク、うん、メイクともそうなんですけど、女性ももちろん、あの、基本的に、あの、基本、あの、アラフィフ、アラフォーを中心にさせていただいてるんですけれども、最近ちょっとこう、男性のお客様の方が、うん、うん、ってきているので、あんまりここで女性を元気にする会で、多く宣伝することでもないかな、みたいな感じではあるんですけれどもね。ただ少し、うんうん、はい、12月ぐらいまで、5、6本ですけれども、ちょっと YouTube を流してみたりとか、で、スポンジの綺麗な洗い方とか、そんなの、どうでも、あの、知ってそうで知らないみたいなこととかをちょっとやってたので、まあ、あの、フジコで検索していただくか、YouTube だと、マダムチャンネルっていうチャンネルで、やってました。やってる、まだあるんですか？あります、あります、ありますけど動いてないです。動いてこうちょっと、自分の気持ちが、あの、ある事件がありまして、慣れたこともあって、あ、今お休み中です。まあいろいろありますよね。本当にこの SNS 出したやつも、僕なんかもう取り返しつかへんわっていうぐらい、もういっぱい出しすぎてるからね。うわーって、この動画こんな時に上がってくるかって、もう最近の SNS 意地悪するでしょ。過去の思い出とかでポコッと出てくる、過去の思い出って、見たくもないもん見てしまったとかね。なので、ほんまにね、ちょっとその YouTube もきっと私の黒歴史にそのうちあるんじゃないかなと思ってドキドキしてますけどね。そう、なんかすごい大事ですよね。その藤子さんが今ね、気持ち的に乗らなく、慣れたからやめるってすごい大事だと思ってて、あの、やっぱ SNS って、その、私もね、好きでよくやってますけど、もうめっちゃその波動みたいなものを、あの、残していってしまうものだから、あの、義務感とかでね、やるのは本当に良くないと思ってるし、もうやったってたまんない時に楽しくてやるとね、それが、ね、ずっと残っていく分にはいいと思うから、なんか本当に無理なさらずにそうやってやめたのはすごい大正解だと思います。そう、気をつけないと、あの、人にネガティブなものを垂れ流していってしまって、見た人がなんか綺麗になれると思って見たのに、うんうんうん、ってなっちゃったら申し訳ないかなっていうのもあって、悲しい、うん、まあ、黒歴史になった時に笑えればいいかなと。気がついたらまたやってるかもしれないです。マダムチャンネルで、あの、検索してみてください。マダムはカタカナで、チャンネルはひらがなです。藤子のマダムチャンネル、はい、じゃあ、あの、
その動画を見てまたニヤニヤ笑おう。本当にこれ黒歴史になりそうですねって言ってヒデさんからメッセージ飛んできそうですけどね。本当ですね。はい。まあ、もうあっという間に1時間経ちました。この後、朝子さんもまた息子さんが、そうですね、子ね、供が。子供帰ってくる、この配信するかって、外行っとけって言うたんでしょ。かわいそうにごめんねって言わなかった。でも、もうだいぶ大きいからね。ね、今小学生とね、中学生で、5時になったら帰ってきなさいって言ってるんで、すいません。ちょうど5時ですね。はい。まあ今日も本当にね、今日意外とちょっと真面目なシリアスな話になりましたけど、まあちょっと少しはためになって、なったこともあったかなと思いますんでね。はい。ありがとうございました。まあこんな感じで、またぜひぜひ、時間を時に出てくださいね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今日はご覧の皆さん、ずっと見ていただいてた皆さん、ありがとうございました。本当にね、ありがとうございます。ゴールデンウィークでね、本当に忙しいっていうか、まあゴールデンウィーク、まあ外に出なかなか出れないからね、今ね ちょうどよかったかもわかりません。僕はゴールデンウィークにずっとこの配信ばっかりで、夜は夜でこの飲み会配信もやりますしね、いろんな男の元気の出る会もあるんでね、そっちはそっちでまたやりますんで、はい。今日は本当にありがとうございました。はい。それではまた気が向いたらっていうか、今度いつするかまだ分かりませんけど、決まったらまたすぐまた告知しますんで、ぜひぜひまた見てください。はい。では皆さん、ありがとうございました。あさこさん、ふうさん、ありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしましょう。